お前にどうしても一言物申さなくちゃなんねえことがあるんだ。耳かっぽじってよーく聞けよ。なんだっけ。ど忘れしちゃった。そうだ、カズマッチってちょうどいい魔法使えたよな。人の心を最高にハイにする魔法。じゃなくて、何だったっけ。そうそう、それ。思い出させてくれよ。伝言みてえなもんだ。魔法使えねえってのか。人がせっかく伝言預かったから教えてやろうって言ってんのに。カズマッチ、そこで気をつけしやがれ。カズマッチ、やるな。この僕のメイちゃん必殺アッパーを避けたのはお前で15人目だ。ダメだ、ダメだ。いいから僕に魔法使えってんだ。使えったら使え。じゃねえと
バリカンでカズマッチの頭丸めてやるぞ。うお、怖え、マジ怖え。わかればいいんだよ、わかれば。しょうがないから僕の心の中を見せてやる。感謝しやがれ。
ッチの魔法を食らうのは初めてだけどよ、へんてこな気分だな。まあそういうことにしといてやるよ。そうだな、ヒントになるかどうかは分かんねえけど、頼まれたのは今日の朝だぞ。僕ちょうどおやつを食べてたんだ。いいだろ、朝学校に来てからマシュマロ食べねえと元気が出ねえんだよ。すげえな、そんなことできるんだ、ニューロマンサーって。
僕が見たのはこんなへんてこな子じゃないぞ。こう見えても美術が一番得意な教科なんだぞ。その僕の絵が下手だって言いてえのか。下手だ。行かない時もあるさ、気にすんな。あのお食事中すみません。なんだお前、中等部の子だな。はい、すみません。くもんかずま先輩はこのクラスにいらっしゃいますか？へえ、かずまっちのファン？それとも彼女？違います、そんなんじゃ。だよな、カズマッチは中等部の子に手を出すほどのダメ人間じゃないよな。カズマッチは今日はまだ来てねえみたいだぞ。そうですか、ありがとうございます。それじゃあいいです。はい、すみません、失礼します。名を名乗れ。すみません。なんで謝るんだよ。名前を教えてくれりゃカズマッチに伝えとくって言ってるんだぞ。したか？いいから遠慮すんなって。はい、よくわからないですけど、私舞波勇気と言います。また放課後に来てみます。失礼します。の役に立てて僕も満足だぜ。なに？なんでバレたんだ？あるな、カズマッチ。少し見直したぞ。
これぐらいで勘弁しといてやる。ねえねえねえ。よう、ふたばっち。やっほー、めいちゃん。くるくるくる。のオリジナル挨拶だ。良い子のみんなは真似すんなよな。一日一個新しいのを開発してるんだ。もう50個ぐらいあるよね。いや、100個はあんじゃね。あるかも。めいちゃんが黙って見つめ合ってる時から。それよりそれより、今何してたの？もしかしてカズくんの魔法？ネクロなんちゃらってやつ？うん、じゃあ今のは何？うーん、初めて見た。どんな魔法？意識を直結させるらしいぜ。僕の忘れてる記憶だってニューロマンシーにかかればちょちょいっと引き出せるのさ。すごいね。カズくんかっこいい。また始まった。カズくんってたまーにそうなるよね。自分に自信持とうとしないっていうか、私なんかが褒めたり感心したりしてもカズくんはそんなことないってすぐ否定しちゃうの。確かにあるな。何よ、その人ごとみたいなコメントは。カズくんにはせっかくすごい力があるんだからさ、もっと胸張って有効活用しなきゃ。もったいないよ。さ、世界に対してもったいない。この世のすべてには意味があるって私のお母さんが言ってたんだ。カズくんはそう思ったりしない？カズくんのうちに代々受け継がれてきたその力だってきっと世のため人のためのはずだよ。もうそういうのがダメなんだってば。普通、自分の家系や力には
誇りを持つものだけどな。めいちゃんだってそうでしょ。まあな、僕の家系って体がちっちゃいから常に自分を大きく見せることが必要なのさ。まあ今んとこそれはバッチリ成功してるぜ。うりゃうりゃ。私だってそう、物心ついた時からちゃんと自分の力にプライド持ってた。将来についても家計によって進む道は決まっちゃってて自由がないっていう人をたまに見かけるけどさ、私はどうしてそういうこと言えるのか不思議だな。代々受け継いできた力にはさ、それだけたくさんの思いが詰まってるじゃん。その思いをないがしろにしちゃダメだって私のお母さんが言ってたんだ。拳銃だとかどうだとか関係ないってば。力が存在してるってことは誰かに必要とされてるってことなんだから、もっと自信と誇りを持とうよカズくん。出ないと私まで悲しくなっちゃうよ。